昭和8年、外国からはるかに立ち遅れていた自動車産業。技術に妥協を許さぬ日産が新たな未来を切り開きました。初めての国産車ダットサン。日本の自動車の歴史はここから独自の道を歩み始めたのです。昭和34年グロリア、翌35年セドリック。日本の高級車の幕開けでした。その血統は今に受け継がれています。モータースポーツへの積極的参加によって技術はさらに磨かれ、日産の評価は世界的に高まりました。そして高級車はシーマによって再び新しい時代を迎えました。シーマとはスペイン語で頂点、完成を意味する言葉。その名にふさわしく、シーマは時代の頂点を極めました。そして今初めてのモデルチェンジを迎え、世界の高級車の指針となるべく生まれ変わりました。車の果たす社会的役割が増すとともに、車への要求もより高度化しています。あらゆるテストの数々、安全性はもとより現時点で求めうる最高水準の性能を目指し、新しいシーマは徹底的に磨き上げられました。幾度となく繰り返される過酷な試験、世界最大級の空洞を用いた実車試験もその一つです。ハイテクノロジーと人の熟練した技術を両立した生産ライン。手作りの繊細さも十分に生かされています。また環境問題にも対応し、部品のリサイクル化も積極的に推進しています。今やグローバルな企業として、地球上のあらゆるフィールドで、さらには宇宙航空分野で活躍する日産。シーマは技術の日産が企業の責任の下で今日に問う新しい高級車の形です。質の高い走り、繊細な美しさ、心地よい空間。シーマには日産の高級車哲学のすべてが込められています。力強くゆとりある上質な走り、あらゆる道でシーマは深い満足をもたらすに違いありません。確かな走行性能で豊かな時間を演出します。シーマに初めて搭載された新開発 V 型8気筒 4130cc 32バルブツインカムエンジン、回転数に合わせてバルブタイミングを制御する可変バルブタイミング機構の採用により、低回転から高回転までスムーズで余裕ある走りを実現しました。
日産独自のマルチリンク技術をシーマのためにさらに磨き上げたリアサスペンション、直進高速安定性と優しい乗り心地を両立しました。また油圧アクティブサスペンションの採用により路面や速度に合わせサスペンションをコントロールし車体をフラットに保ちます。シーマだけの負荷に確かな技術が生み出す奥深い味わいが走りの隅々に息づいています。風格と気品、繊細な感覚によって作り込まれたフォルムは時に静かに時にたくましくその美しさを主張します。陶磁器の持つたおやかな曲線としっとりした手触りをイメージさせるエクステリア、シーマは外観の印象だけではなく触れた時の心地よさも意識し曲面を作り込みました。ビッグカーの豊かなボリュームを生かしボディラインはあくまでも滑らかに、しっかりとした各部の作りは剛性の高さをはじめとした優れたボディ性能の証、安心の形です。一人一人に心地よくお乗りになる方皆様が快適にクルージングを楽しめるようインテリアを考えました。シートにつくとまずその圧倒的な広さに驚くことでしょう。静かさにも気を配りました。シーマなら心ゆくまでくつろぐことができます。自然の風を再現した F 分の1揺らぎの風を発生するナチュラルフローベンチレーション、エアコンを意識せず常に室内は快適です。照明はお使いになるシーンに合わせてコーディネートしたトータルコーディネート室内照明です。間接照明、直接照明をきめ細かくセットすることができます。オーディオは世界最高水準の音質を確保するためホログラフィックサウンドシステムを設定しました。7つのモード選択に加えお座りになる方の位置に合わせ最適な4つの音場を選ぶことにより生き生きと臨場感あふれる音を堪能できます。建設省並びに関連省庁が推進するビックス道路交通情報ビーコンにも世界で初めて対応しました。交差点周辺に設置されたビーコンの電波をキャッチ、ナビゲーションシステムの自社位置を高精度で補正、また道路情報を表示します。さらに渋滞情報などさまざまな情報を利用できるソフトを開発中です。高級車にとって高い安全性能が基本であることは言うまでもありません。日産ではアクティブセーフティーとパッシブセーフティーの両面から安全を捉え従来より絶え間ない研究開発を進めてきました。アクティブセーフティーは
ドライバーと車の危険回避能力を高め、事故を未然に防ぐ予防安全性です。シーマでは油圧ブレーキブースターと ABS ビスカスデフ付きトラクションコントロールシステムを統合した油圧統合システムを初めて採用しました。滑りやすい路面での制動距離を短縮し、ブレーキを踏みながらのステアリング操作を可能とするのが ABS です。 VTCS は左右後輪に対する路面状況が異なる場合に的確にトルクを配分し、グリップ力を高めるビスカス LSD とタイヤの空転をブレーキ力並びにエンジン回転数の制御で防ぐトラクションコントロールを組み合わせたものです。滑りやすい路面などでタイヤの空転を防止、安心して走ることができます。パッシブセーフティは万一の場合でも乗員への影響を最小限にとどめ、保護性を高める衝突安全性です。センサーが前面からの衝撃を感知、自動的にベルトのたるみを巻き取り、乗員の体を拘束するプリテンショナーシートベルト。前面から強い衝撃を受けた時、そのエネルギーを感知し瞬間的に膨らんでドライバーへの衝撃を和らげる SRS エアバッグシステムを設定しました。前後ドアの内部に補強材としてサイドドアビームを装備し、側面からの衝突に対するドア強度も向上しました。ボディは高い剛性を備え、かつ車体の前後が衝突エネルギーを効果的に吸収、キャビンへの影響を最小限に抑える衝撃吸収モノコックボディです。車の調和、日産の今まで求めてきたものすべてがシーマには込められています。日産が企業の責任の下で開発した新時代に誇る高級車シーマ。この車はこれからの高級車の指針として受け継がれていくことでしょう。長年にわたって培った技術、確かな伝統があって初めて完成した独自の世界。シーマは日産の車作りの一つの頂点として人々の心に刻まれるに違いありません。